順調すぎて取れ高がないという悩みもあるんですけど、今日はちょっと戦闘とか仕掛けてみますか。ドロアーマーまとってる時ってなんかチョコレートの体みたいで可愛いですよね。護衛役ですね。たまには大人としていいところを見せていかないといけない。あー、おちびちゃんの方に行かれちゃうな。いや、順調に育ってますね。今サブアダルトで3分の1ぐらいは成長したので、このまま行くとあっという間に成体になれそうですね。順調すぎて取れ高がないという悩みもあるんですけど、今日はちょっと戦闘とか仕掛けてみますか。ちょっと無意味に戦うのあんまり好きじゃないんですけど、戦うなら戦う理由が欲しい、そういうタイプなんですけど、取れ高のために戦っていきますか。どうですかね。なんか焼き鳥的にはいろんな攻撃方法てんこ盛りで、なかなか強そうだなと思ってるんですけど、言うほど強くないよっていう意見もあって、まあ、どっちでしょうね。まあでもちょっとコメント欄いただいたんですけど、チーム戦とか団体で戦う時に輝く系かなっていう意見があって、まあ、確かにそれはそうかもしれないですね。麻痺攻撃とか毒攻撃とかあるんで、どっちかというとサポート役、戦いのメインというよりはメインのこう大ダメージを与える系の人をサポートしていく、そういうタイプかもしれないですね。円の下の力持ち的な。なので残念ながら焼き鳥のようにソロプレイで一人寂しくプレイしてるとあまり輝けないかもしれないですね。ドロアーマーまとってる時ってなんかチョコレートの体みたいで可愛いですよね。なんか他の恐竜さんと比べるとミラガイアって思ったほど体大きくないなと。まあとはいえ人間と比べたらめちゃめちゃでかいとは思うんですけど、このミラガイアでどれぐらい体重あるんですかね。ちょっと詳しくないんでわからないですけど、何トンぐらいあるんだろう。もし知ってる人がいたらぜひコメント欄で教えてください。全長も何メートルぐらいあるんだろうな。パスオブタイタンズの世界にいるとちょっと大きさの感覚が狂ってくるのでよくわかんないですよね。全長12メーターぐらいはあるのかな。あ、すごい、人いっぱいいますね。あら、みんな入ってくれた。じゃあクエストやりますか。フラワーズ、ボタンマッシュルーム集めですね。おちびちゃんたちを育ててあげましょう。まあ、焼き鳥もポイント欲しいんでクエストやっていきますけど、
護衛役ですね。たまには大人としていいところを見せていかないといけない。見てますね。あ、ちょうどいいので今回護衛役を引き受けましょう。ちょっと戦ってみたいところもあるんで、万が一おちびちゃんが襲われたら戦いましょう。襲ってきましたね。いやー、うまくいかない。おちびちゃんの方に行かれちゃうな。おちびちゃんから離れない方がいいですね。焼き鳥がダメージを与えてるような気もしないでもないけど、前方向への攻撃がなかなかないんで逃げられると難しいですね。いや、スタミナよく持つな2人とも。
死んだじゃない。それはまずいな。ここ行ったらやられちゃうよ。あー悲しい。あの高さから降りるのはちょっと無謀ですね。いやしかし焼き鳥が全然護衛役になってあげれなかった。申し訳ない。逃げる敵をどうやって攻撃するのかちょっと考えないといけないですね。追われてる時は逆に当てやすいんですけどね。あとどうしてもこう尻尾攻撃範囲が広いんで仲間に誤射しやすいのも注意かも。飲み水飲むとき変な方向じゃないと反応しなかったのが治ったみたいですね。うん、いいですね。ただタイガーナッツ食べてるときに音が出ない件に関しては相変わらず治ってない感じですね。あ、トリケラさんもいますね。あら、あの奥にオチビちゃんいるのかな。あー、チーム組んでんのかな。どうだろうか。ちょっとバグなのか仕様なのかわかんないですけど、口に物を加えた状態で3回攻撃すると口に加えてるものを落としちゃいますね。普通の尻尾攻撃だったら落とさないんですけど。ちなみに回転攻撃は？あ、回転攻撃も大丈夫。3回連続攻撃の時だけ口に加えてるものを落としちゃうんで、これ気をつけた方がいいですね。トロフィーとか加えて敵から追われてる時とかに3回攻撃しちゃうとトロフィー落として取られちゃうかもしれないですね。さてと場所を移動していきますか。割れてるかな。なんかティラノがのっそり歩ってますね。なんか獲物狙ってんのかな。あっちの奥に翼竜さんもいる。お助けいたす。
や、お助けいたせないかも。助けいたせなかった。もうこの隙に逃げてくれたかな。あそこにいますね。まだ便利ですね。体がキラキラ光って居場所がわかるから。一緒にクエストやるか。ティラノさんから守ってあげないとですね。あ、そうそう。あ、よかった。意図が伝わりましたね。あ、そっち行くんだ。インパクトクレーターに行きたいのか。あ、ワニさんいますね。お水が飲みたいのかな。お水飲みたいんだったらインパクトクレーターより川に行った方が良かったかもしれない。あー、釣れられてる。あらら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 、悲しい。